で原発のない社会っていうのは、まあ、30% 減らせればいいわけだからさ、30% 節電するか、この30というのはちょっと怪しいです。さっき言ったようにね、本当は 10% ぐらいで済むんだけども、なんか宣伝されてる可能性がありますね、電力業界に。これなんて本当に北海道の状況でいうと本当にごくわずかです。最大の電力消費の時に原発なしでちょっと足りないぐらい。だから 10% もすれば十分です。で、節電するというのと自然エネルギーに転換するというやり方があります。でもちろん両方ミックスすればいいと思います。でおそらく政府の方も何か言ってくると思いますけども、もう私たちがとにかく大停電なんていうことをその脅されないで、とにかく電力を減らしていくというのが一番大事なことだと思います。でこれ私たちの提案なんですけどね、ダウンアンペア作戦。でこれはどういうことかというと、皆さんの家にあのブレーカーがついてるのを知ってます？あの僕の世代の人は知ってるかもしれませんけど、僕は、もう還暦過ぎてますから昭和22年生まれなんですけどね、あのよくヒューズが飛んだんです。でヒューズが飛んだらピン止めをですね、あの紙のピン止めをさしたらいけないんですけど、であの当時はね、知ってます、電力ってね、あの一月どのくらい使ったと思います？一口ね、実は15キロワットだったんです。15キロワットっていうのはちょっと分からないと思いますけど、普通の家が300です。ですからあの20分の1だったんですね、僕らの時は。というのはテレビもないし、冷蔵庫もないし、エアコンもないし、何もないし、あったのはもうラジオとですね、あのヒーターとかね、アイロンぐらいですかね。だから一月15キロワットで、普通の家庭が300キロワット。でちなみにですね、地球村の本部事務局というのがあって、パソコンとかサーバーがあったりして、それはやっぱりかなり電気使うんですよね。10名以上のスタッフが いて、まあ、24時間頑張ってます。でどのくらい電気使うと思います？普通の家庭は300で、僕もあのこの間調べたんですよね。地球村の事務局はコンピューター、サーバーなんとかがあってというので、実は 10名以上働いてるんですけども、600キロワットです。だから意外と少ないなと思うんですけども、でも昔は15キロワット。でそれを一口と言ってですね、あの大きい家は二口契約とか三口契約ってなったんですけど、大体普通の家庭は一口でした。ところでですね、あの家のブレーカー飛んだことあります？自分の家のブレーカー、まあ、年に1回か2回ぐらい落ちるという人手を挙げてください。なるほどね、はい、でね、落ちるのはまともなんです。落ちない家はね、あの過剰に契約をしてます。あのうちの家がね、年に1回か2回落ちるんですね。でだからそれで結局、あ、じゃあこれ消そうかと言われたあのブレーカー行きますので、ね、そのブレーカーの契約を下げることなんです、やるべきなのはね。つまり30、あのブレーカーには何アンペアって書いてありますが、それをですね、あの 10アンペアとか5アンペアを契約を下げるんですね。それを電力会社に電話をします。でうちの、あのダウンアンペアしますというふうに言ってください。でそしたらですね、30アンペアを20アンペアに変えたり、20を10アンペアに変えたらですね、何が起こるかというとね、単価が安くなるんです。1キロワットあたり20円とかいうのはですね、ちょっと安くなったりするわけですね。でもちろんその分だけ遠慮して使うのを下げるから20に大体安くなります。だからかなり安くなる、基本料金も安くなる、ね、でですね、ちょっとここで言いたいんですけども、これで電力会社に言うとね、こういうことを言います。それ1回やると1年間変えられませんよ。それは本当にいいんですね。と言います。でもおかしいでしょ。今もこっちの都合でね、こうしてでもやっぱりやってみたらね、やっぱりちょっと落ちすぎて不便やから上げてくれってできるはずですね。できない理由は何もないです。だからそういうことを言うことによってですね、その歯止めをかける。おかしい、おかしくない、明らかにおかしいですね。だからそんなのは無視したらいいです。とりあえずチャレンジする。
いやチャレンジ言ってもね不便しますよ、1年に1回ですよ、1年間我慢できますかなんて言われたらね、あほんならやめた方がなと。いやそんな、ね、遠慮あの説明したらいいだけですよ。説明したらいいのに、そんなこんなのを変えたら1年間に1回ですよなんか言われますけど、それで結局守ってきたわけです今までね。だからそんなのはね殿様商売でしょ。だから護送船団方式の結局全部そういう仕組みになってるんです。だからそれは下げた方がいいと思います。で 僕らはこれ全国的に出そうと思います。ダウンアペア作戦っていうか、もう全国にもうツイッターとかブログでうわーっと出していて、ね、みんな本当で 5% というかこれだけでも 10% 20% 下がりますからね。これで全部の電力を賄えるんですよ。でもう一つはですね、ラブレター作戦、あちこちにラブレター出すんです、ハートマークで。例えばあちこちにですね節電を呼びかけるハートマークを出します。コンビニにもっと暗くていいよ、だってその方が安いんですよね、経営者もね、うん、そしてパチンコ屋にもっと暗くてもいいよで自販機メーカーに昼は電気消してもいいよっていいよね役に立たないもんね。でお店にエアコン緩めてもいいよとかね。で電力会社に停電になってもいいから原発止めてねでこれをね本当にその100万人が動いたら十分成功しますよね。100万人いたら100人に1人ですよ。100人に1人こういうことをやっていったら、これぜひね皆さんのツイッターとかブログとかなんかこういう感じでですねこれを広げてもらいたいです。1番覚えてる？ラブレター作戦って言われる。1番何でした？ダウンアペア作戦ね、はい、で3つ目実はグリーン電力作戦ってのがあります。これはですねすごくリアルなんですけども、実は関西電力これさっき言った私のいる地球村の本部でやったことなんですけど、関西電力はね実は原発が 50% なんです。北電よりかなりひどい。で原発の電力は使いたくない。で調べてみたんです。そしたらですねグリーン電力という考え方があるんです。でこれは何かというと、自然エネルギーで電力を作っているところはですね関電に売ってるわけです。逆に言えば関電を通してしか電気は売れないんです。関電というか電力会社が。で実は企業によってはですね自然エネルギーで発電をしてそれを商売にして売ってるところは結構あるんですよね。でそれを契約をすると、つまりもちろん電線は関電の電線からもらうんだけども、だけどそこにですねつなぎ込んでますから、風力で作りましたよっていう電気を、その電気はどれで作ってるか分かんないんですよね。だけどはっきりと風力で 100kW 作りましたよっていうと、それを 100kW 買うことができますよね。その代わりその分だけ高いけども、それができるっていうことは分かったんですね。でそこでですねこのグリーン電力を契約することによって脱原発が推進できるということで、うちは 600kW という、さっき言いましたように1つに 600kW で、これをですね 600kW っていくらだと思います？1つに想像つかない。12,000円。知っててください。12,000円なんです。で12,000円ですけども、このグリーン電力契約をすると少し高くなりますけども、ちょっと割高になりますけども、それを契約をすることになりました。で僕は小規模水力が一番好きなので、小規模水力を契約しようと思ったらそれ売り切れですよでバイオマスは OK、 バイオマス言ったらメタンガスとかその廃棄物とか堆肥で、堆肥を作るときに出るバイオマスで、そのいわゆる生物エネルギーですね、メタンガスで電気を起こす。でそれを今契約をしております。であの事故が3月11日ですからね、3月11日に契約をして、それより後は原発を使ってないんです。だからこれはですねみんながやっていくとすごく大きな影響になると思うんです。でそういうふうに契約をするとそういう企業もまた伸びてきますからね。ところがね、僕はここも問題だと思うんですけどね、